在セブ日本国総領事館は、フィリピンセブ島の最大都市セブに設置されている日本の総領事館である。第二次世界大戦中の1943年11月21日に、在セブ日本帝国領事館が開設されたが、1945年3月に始まったセブ島の戦いで皇軍が米軍を筆頭とする連合軍に敗北したため閉鎖を余儀なくされた。 1996年に財政部、出張駐在官事務所が設置され、2014年8月1日、出張駐在官事務所が財政部領事事務所に、改称される。2021年1月1日、財政部領事事務所が格上げされる形で、総領事館として発足した。セブンスフロア、ケッペルセンター、サマールループコル、カーディナル、ロサレスアベニュー、セブビジネスパーク、 セブシティ・ヤクラン州、アンティーケ州、カピス州、ギマラス州、いろいろ州、西ネグロス州、ボホール州、セブ州、東ネグロス州、シキホル州、ビリラン州、東サマル州、レーテ州、北サマル州、サマル州及び南レーテ州を管轄。ありがとうございます。